転職相談ならマジキャリ。今担当してくれてる転職エージェントが信用できない。どんな業界や職種に向いているかわからない。転職活動のちょっとしたその不安、そのままにすると一生後悔するかもしれません。今の転職活動に少しでも不安を感じたら、ぜひ概要欄からお問い合わせください。その給与交渉ではあなたの年収は確実に上がりませんよ。滑らないキャリアエージェント代表の末永です。今回は意外と皆が知らない給与交渉における嘘について、今まで4000人以上の転職者の支援をしてきた転職エージェントとしてご紹介させていただきます。このチャンネルでは理想のキャリアを実現するための情報を発信していますので、ぜひチャンネル登録お願いします。今の職場に不満が募り転職活動を始めようとしているそこのあなた、もしくはすでに始めているあなた、どうせ転職するのなら今よりも年収を上げたいなと思うのは当然のことですし、現職の給料が低すぎるから転職を検討しようと転職活動を始めた方もいらっしゃいますよね。実際どの年代でも現職の給与が低いからという理由での転職検討をしている方の割合は非常に高く、特に20代30代の方が給与に不満を抱えて転職活動を始めていることが多いです。20代30代の方というと、まだ転職したことがない、転職初心者であまり知識がないという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。そして転職における年収については嘘ばかりが飛び交っていることをご存知でしたか？もしかしたら転職初心者のあなたも騙されているかもしれません。そこで今回は転職初心者の方が知らない年収交渉の嘘について暴露していきたいと思います。なのでぜひこの動画を最後まで視聴して、皆さんが給与交渉の嘘に騙されて年収アップのために転職したけれど思っていたより年収が上がらなかったという状況に陥らないよう、慎重に転職活動を進められるようにしましょう。それでは内容に入っていきます。本題に入る前に、皆さんはそもそも企業側がどうやって給与を決めているのかご存知でしょうか？企業側は大きく4つに分けて候補者の給与を決めているんです。これを知っておくだけで企業目線の給与交渉ができますので、ぜひ頭に入れておいてください。1つ目が前職の給与を参考にする方法です。企業は候補者の前職の給与をベースにした上で、候補者のスキルやキャリアが自社にとってどれだけの価値があるのかを考慮して給与を決めます。2つ目は自社の等級に基づく方法です。採用時点でのスキルや技術を基本として、配属される部署や役職など自社のどの役職でどの仕事をしてもらうかによって候補者の給与を決定します。この方法は公平性が担保される一方で、年収を大幅に上昇させたい候補者からすると年収の大幅な増加は見込めなくなる可能性が高いです。3つ目は業績成果に基づく方法です。率先力になる人材を採用したい場合は、過去の業績や成果をベースによって給料を決めています。その場合、求人の必須要件などに具体的に求める経験を記載する場合が多いので、把握しておけると良いでしょう。4つ目は使用期間中の評価に基づく方法です。採用時に見極めが難しい場合、使用期間中の適性や活躍度合いを見て正式に給与を決定する方法です。企業は候補者が実際に働いている姿や成果を見ることができるので、ミスマッチの予防ができる上、実力を見て給与を決定することができますが、短期間で候補者を完全に評価するのは難しいですし、短期間で結果を出さなくてはならないというプレッシャーから早期離職してしまう人がいるのが課題です。以上が企業側の給与決定の方法です。企業側も自社に利益をもたらしてくれる人材を探しているので、それに基づいた給与の決定を行っていますよね。転職活動中のそこのあなた、志望業界職種への合格率気になりませんか？概要欄の LINE に登録していただければ LINE 限定の市場価値診断が受けられます。診断ツールを使えばたった1分であなたの市場価値、志望先への合格率も分かります。他にもキャリアに関する有益な情報を発信しているので、概要欄から気軽に友達追加してみてください。それでは企業側の給与決定の方法をご紹介したところで、本題の転職初心者が知らない給与交渉における嘘3選をご紹介していきたいと思います。給与交渉における嘘、1つ目は求人票に提示されている給与幅なら交渉できるです。
求人票に記載されている年収が400万から600万のように給与幅がかなりある場合がありますよね。自分なら600万円もらえるのではないか、給与交渉をすれば600万円もらえそうだと思ってしまう方も多いのではないでしょうか。ズバリ言わせてもらうと、実は求人掲載されているマックス額で給料をもらえることは少なく、前職のあなたの給与によってあなたの給与が決まるケースが多くを占めます。例えば食品会社 X 社の営業職として勤める A さんが年収450万円で、消費財メーカー Y 社の営業職へと転職した場合、求人票の年収の部分に450万円から600万円と記載されていても、 Y 社における A さんの年収は450万円になる可能性が高いです。もちろん仕事で大きな成果や実績を上げている上で、面接官に十分にアピールすることができれば年収アップも見込めます。しかし希望の年収が高くなればなるほど評価基準も高くなるため、給与に応じた成果や実績をうまく面接官にアピールできないと年収アップは見込めないということを頭に入れておきましょう。給与交渉における嘘2つ目は、転職エージェントは給与交渉をしてくれるです。多くのメディアが転職エージェントが給与交渉をしてくれると発信していると思いますが、実際は候補者の経歴によって交渉ができる場合とできない場合があります。例えば地元の自動車販売店での営業を7年間続けていて、年収が400万円程度の B さんがエージェントに大手自動車メーカーの法人営業の求人を紹介され、自動車メーカーの提示する年収が500万円程度だったとしましょう。 B さんが年収600万円を望んでいたとしても、法人向けの大規模なフリートセールや企業顧客対応の経験がありませんし、チームリーダーやプロジェクトマネジメントの経験もないため、エージェント側としては希望年収に見合う経験がないと企業に年収交渉をすることが難しい状況になるのです。しかし経験に見合った給料をもらえていない候補者の方もいますし、年収が200万円から250万円程度しかもらえていないとなると、転職するだけで年収が上がるケースも多々見受けられますから、そういった候補者の方にとっては転職エージェントに一度相談してみるのも有効な手段の一つでしょう。給与交渉における嘘3つ目は、特定の業界に入れば給与が上がるです。皆さんも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。多くの人は特定の業界、具体的には金融業界や不動産業界、情報通信業界といった業界に入れば給与が大幅にアップすると考えている方もいるかと思います。しかし実際に給与を左右するのはどの業界に入るかではなく、どの会社に入るかなのです。例えば同じ金融業界といっても、平均年収が800万程度で、住宅補助や育児休業などの福利厚生や研修制度が充実した都市銀行の M 銀行と、平均年収が500万程度で M 銀行ほどの充実した福利厚生や研修制度がない地方銀行の A 銀行では、年収も待遇もかなり変わってくることが分かりますよね。金融業界だけでなく他の業界においても同じことが言えます。特定の業界に入れば年収が上がるというのは必ずしも正しくなく、年収の傾向値はあったとしても、実際にはどの企業に入るかが給与に直結するということが言えるでしょう。いかがだったでしょうか。今回の動画では転職初心者が知らない年収交渉の嘘についてお伝えしてきました。この動画をご覧になってくださっている皆様は、年収という軸を重視して転職活動を行っている方が多いのではないでしょうか。確かに年収を重視して転職活動を行っている候補者の方はたくさんいらっしゃいますし、その転職活動が間違っているとは微塵も思いません。しかし何千人もの転職者の支援を行ってきた私からすると、転職において何よりも重要視しなくてはならないのは、条件以前に自分に最適な会社かどうかということではないでしょうか。自分に最適な会社を選ぶためには、自分にはどんな社風が合っていて、どんな仕事内容が向いているのか、またどんな人と働くことでより充実感を得やすいのかなどの、あなたが中長期的に働く上で重要な要素を自分で理解した上で企業選びができているかが非常に大切なんです。そのためには自己分析を入念に行った上で、理想のキャリアから逆算して企業選びをする必要があります。例
正しく自己分析ができていないまま就職先を決めてしまうと、働きづらい会社に就職してしまったり、場合によってはすぐに転職してしまうといったことが起こり得ます。こういった正しい自己分析を行った上で、自分に最適な企業や理想のキャリアを考え、企業選びをすることが必要になってくるわけですが、そこまで考えて転職活動ができていないので不安だ。キャリアの棚卸しを自分一人で正確にできる自信がない。理想のキャリアから逆算して企業選びまではできていないという不安を感じる方もいらっしゃるかと思います。そんな方はぜひマジキャリというキャリアコーチングサービスをご利用ください。自己分析や転職相談はもちろん、転職エージェントでは手が届かない転職のサポートまで、キャリアの悩みは何でもキャリアコーチが本気で向き合います。エージェントではないので、フラットな視点から皆様の転職活動に伴走できるサービスとなっております。現在初回60分無料でキャリアにまつわるご相談を受け付けておりますので、ぜひ概要欄の URL を覗いてみてください。この動画が良かったと思う方は高評価とチャンネル登録をお願いします。取り上げてほしいテーマがある方はコメント欄にて教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。